群馬経済木製ヘッド製造販売住宅の機密測定群馬県産材を始めていたします。木材販売の奥島商店です。台風のですね、被害が、まあ、関東地方はあまり出ずにですね通過をしていただけたのでちょっとほっとしています。まあ、しかしながら九州の方ではですね甚大な被害があったということですので心よりお見舞いを申し上げたいと思いますし一日も早くですね、復旧復興をされることを心よりお祈りしたいと思います。今日も一日ですね、まあ、暑い日だったんですね。なのでちょっとですね過ごしづらかったと思いますけども、まあ、台風の後ってはフェーン現象っていうんでしょうか、そういうのが来るから、まあむごっとしてしまうっていうのはまあしょうがないのかなと思います。ただですね明日からもあんまり天気は良さそうじゃないという予報ですので、まあ、しばらくですね、晴れが見れないのかなというふうに思いますけども、また明日も頑張っていきたいと思います。ベンマ製材のこと、木製ペレットのこと、住宅の気密測定、VOC 測定、群馬県産材を始めていたします。木材販売に関することで何かございましたら、福島商店までお問い合わせください。